こんにちは。私がこっちにいるのも残り2日ってなって、何人かの友達に会ったのをビログしたから、それをぜひご覧ください。どうぞ。みんなに紹介したい人がいます。こんにちは。私の幼稚園の時からやった、幼稚園の時からのお友達のあやのちゃんです。こんにちは。今ランチをして味噌カツを食べてきました、ね、2人一緒、そう、2人一緒の味噌カツを食べて、ね、私は初めて今日ゲートタワーのこの買い物のフロアに来てるから、今から案内してもらいたいと思います。知りません。でもなんかたまにしか会わないっていうか、ね、帰ってくるために会う感じだけど、小学校の時は毎日一緒にいたから私たち、見て、かわいい。やだ。違う。みんな、この子が誰に似てると思うか、コメント欄で教えてください。やばい。コメント欄で教えてください。い本当に買い物をしてきて、後でおやつの時になったらまた思い出をシェアしたいと思います。何待ち？パンケーキ。15分ぐらい。さっき、あそこだよね、東急ハンズで買い物をしてきました。セールやってたけど、うちらが欲しいものはセールじゃなかった。なかったで、買ったもんね。うん、買った。キャンメイクいっぱい買ったので、一生懸命選んでてね、感動しちゃった、本当に。一緒に選んでくれたの。そうなんです、そんな。とりあえずおやつが来るまで待ちます。おいしそう。パンケーキが届きました。限定だよね、これ。ゲートタワー限定の。そう、これはゲートタワー限定の。せっかくだから食べました。1750円です。結構やばい、うん、普通に昼代より高い。昼代より高い。事件です。私たち食べきれません。もうね、本当に、ね、本当に意味が分からない。なんか意味分からない。なんかさ、メニュー選んで決めるときに、私は1人ワンオーダーだと思ったから、いや、それはすごい、それいい。パンケーキもちっちゃいと思ったから、1人1個ずつパンケーキを頼めっていうふうにしたんだけど、ガイはその時になんか大きくないみたいなのは言ってたけど、言った、大きそうって言ってたけど、2人で1個にしようなんて言わなかったの。言わなかったのに、なんか心の中では絶対2人で1個の方がいいと思ったのに、今さら、今さら言って今更なんか2人で1個ずつ残ってるからこれでちょうどよかったみたいな出て、いや、やばいかな、マジで。いや、だってさ、だってさ、おかしくない？幼稚園からの中で心の中では思ってなかった。言えよって話じゃん。ちょっとね、つらつらしかったです、それは。本当にから食べ、お腹いっぱい出たら、うちらどっちも思ってたけど、どっちも言い出せなかった。そう、そうだよ。いや、目に合わせてさ、そうだ、意地でも言わない。でもうちらこれからお互い別々の予定がこの後別々で入ってるんで、もう何事もなかったかのように、この空腹の状態を装って夜ご飯を。プロだよね、プロ。これもね、責任持って食べますよ。責任持ってちゃんと食べますよ。そう、昔話をいっぱいしてるんだけど今。あやちゃんに聞きます。はい、私はどんな子でしたか？どんな子なんだろうね。でもずっと4年生の時一緒のクラスだったんですけど、ご近所で、ドンキスーパーで喋ってたっていう思い出と、まあ可愛かったけどね、本当にあなた。めっちゃ、うん、にやけとる、にやけとる。こんな感じかな。恥ずかしかったんだけど、声で分かったね。え、 YouTube この友達に会ってます。アメリカ帰り、アメリカ帰りです。アメリカ帰りです。1週間ぐらい前に来ました。え、めっちゃもう日本やアメリカ帰りじゃねえよ。実は一週間ぐらい。今日何どうすんの？何も決めてなくない？どうする？腹噛んだい。牛タン定食、ケールスープに温玉。あ、食レポしてください。じゃあお伺いいきます。一口でかい。やばいもう。ま
美味しいですか？めっちゃうまい。やばい、じゃあ。ほうじ茶ティーラテのグランデサイズを初めて頼みました。ほうじ茶ティーラテです。めっちゃ美味しいこれ。ほんと初めてだから、私これいつも頼んでないんです。これを飲みながらお話をしたいと思います。みずきくんは今、あ、来た、来た、来た。チーズ。チーズ。じゃあ久しぶりに会ったから、じゃあ1年半ぶり、そっか、久しぶり、私はね、フォーマルグリーン、あれじゃない、あ、違う、俺ら1回会った、なんかだった、1回会った、去年の夏、1年ぶり、ちょうど1年ぶりだね、そうだね、フォーマルぶりだね、わフォーマルの俺のスーツマジだったでしょ、あのスーツ俺マジだったと思うね、やばくない、おはよう、おはようございます、よいしょ、こんばんは皆さん、なお納豆のもう一人のお友達を紹介したいと思います。私が東京に帰る前に最後に会う、最後、最後、今日最後、ラスト、ラストに会うお友達を紹介します。私が中学時代毎日一緒に登下校をしていたあやちゃんでーす。あやちゃんなんて呼んでないんだけど、私キーちゃんって呼んでるの、名字から取ってキーちゃん、私だよねキーちゃんって名付けたの、そうそうそう、今からハンバーガー屋さんに向かいたいと思います、出発。今日これ全部キャンメイクでメイクしたの、それをまた動画になって、そう、これ、これまだ撮ってない、あ、撮ってない、まだ撮ってない、練習した、そうなの、やっぱ試してからじゃないとやらないんだ、いや、100均コスメとかはもう一気に直でやった、っていう感じで出発します。何頼みましたか？これベーコンチーズバーガー、私バーベキューチーズバーガー、ハンバーガー屋さんに着きました、じゃあマイクさん失礼します、はい、ありがとうございます、粒っぽ美味しいよね、美味しい、そして私はドクターペッパー、チアーズ、チアーズ、あ、これ初めて飲みます、私なんかこれさっきググったらさ頼んだ後にググったらさ、杏仁豆腐みたいな味とか薬みたいな味っていうのがいっぱいあったんですけど、まあ、とりあえず飲みます、なんかコーラみたいだね色、うん、美味しい、美味しい、炭酸強くない、あ、私強い炭酸が好きなんだけど、炭酸強くないけど美味しい、これ失恋が生んだコーラ、じゃあ失恋が生んだ炭酸飲料らしいよ、それさっき調べたら出てきたもん、どうして飲む、いやいやコーラ苦手だもん、あ、そう、ハンバーガー来るまで待ちきれません、バイバイ、ハンバーガーが届きました、美味しそう、私はねバーベキューチーズバーガーとマスタード抜き、そっちがベーコンチーズバーガーでーす、ピクルス抜き、ピクルス抜きでーす、好きだよ、食べますか、食べる、食べます、いただきます、パイナップルが入ってるやつ選んだ、どうどうどう、お味はうんまっ、めっちゃ美味しい、確かにもう一個食べれる。まだ1個目も食べ終わってないじゃん。もう一個食べる。美味しい。うまっ。でしょ？うん。美味しくない？うん、めっちゃ美味しいよね。今ゴンって言ったよね。あとでまたデザート食べるもんね。何それ？そうじゃん。シェイクでございます。ご覧の通り色真っ白となっております。こちら。キーちゃんのオレオシェイク、うん、一応ちょっと黒いつぶつぶがついていて、まあまあまあ、こっちは？こっち真っ白、真っ白、マニラシェイクでもとても美味しい、デザートタイム、うん、こんな感じの友達を紹介してご飯を食べるばっかのビログとなりました、今回は最後まで見てくれてありがとうございます、あ、チャンネル登録と、そうそう、SNS のフォローお願いします、いつも見てるからもう分かって、そう、お願いします、次の動画も楽しみに見てください、バーせーの、バー